彼の苦悩、彼の痛み、僕はその重さをまだ半分も測っていなかった。なのに、姫屋さん、ウルトラマンのバトルアビリティが著しく低下している。多分そのせいでメタフィールドの維持能力も落ちてるんだ。じゃあこの空間もいつまで持つか分からないわけ？メタフィールドが維持されてる間に我々がゴルゴルムを出すんだ。回り込んで奴を粉砕する。コモン、それまでウルトラマンを援護しろ。了解。ストライクバニッシャーじゃ威力が足りないんだ。さあ、ゴルゴルムが外に。男なら誰かのために強くなれ。歯を食いしばって思いっきり守り抜け。転んでもいいよ、また立ち上がればいい。ただそれだけできれば英雄さ。男なら誰かのために強くなれ。女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない。これが正しいって言える勇気があればいい。ただそれだけできれば英雄さ。
ウルトラマン。こりゃ大スクープだよね、五郎さん。いやー、こっちも感謝してるぜ。他のところじゃ上から圧力がかかって握りつぶされちまうからな。じゃあ、あとはよろしく頼むぜ。くれぐれも丁重にね。130円です。はい、ありがとうございました。390円です。はい、ありがとうございました。くそ、よりによって同じ日にこんな夜泣き出しやがって。これも連中の情報操作か。無駄だと分かったでしょ、何をしても。消すのか、俺の記憶を。一緒に来てもらえるかしら。ここまで来て消されてたまるか。
い、作田です。根頃さん。作田さん、あんたの力を借りたい。根頃さん、今朝の毎朝スポーツの記事、やっぱりあなたが。ああ、だがカッパや首長恐竜のおかげでこっちまでガスネタ扱いだ。これじゃ姫に関係できねえよ。姫谷くん、やっぱり今度のことも姫谷くんと関係があるの。できればあんたに直接会って話したい。以前あったあの公園、今夜8時でどうだ。8時ね、いいわ。じゃあ、いたぞ。我々が知りたいのは彼の力の秘密です。彼がいつどのようにあの力を得たのか、それが分かれば。電気刺激による脳のスキャニングを行ってみましょう。東洋への電気刺激によって過去の記憶がフラッシュバックしています。重要なのは彼が力を得た時の記憶だけです。ん？これは続きが見たいんだ。一番強いトラウマが他のイメージに鍵をかけているようですね。外部から一瞬観測された時のデータからメタフィールドの組成が判明した。それによるとメタフィールドとウルトラマンの体は同じ物質だったらしい。同じ物質ってどういうことですか？正確には自分の体が存在する可能性を量子力学的に拡張し、他の物質がそこに存在する可能性を奪い去ることであの空間を作っていたんだ。つまりメタフィールドはウルトラマンの体でできてるってことよ。ウルトラマンの体で？そうだ、ウルトラマンは、いや、姫やジュンはまさに自らの体で我々の世界を守っていたんだ。脳のスキャニングで分かるのはこの程度です。仕方ない。では次はビースト振動波照射テストを行いましょう。ビースト振動波？しかし人間には危険です。彼の固有振動波が分かればウルトラマンの破壊光線の波動成分が分析できる。私が責任を取ります。分かりました。イラストレーター。どうして抵抗しないの？もうそんな力もない。
俺も知りたいのかもしれない。俺の力で意味を。そんなにボロボロになってまでなぜ戦うんだい。死んでしまうかもしれないのに。覚悟はできている。だがまだ死ぬわけにはいかない。俺が探し求めている答えを見つけるまでは。何を探しているの。それは何を探してるの。ひみやくん、いつも何か探してるみたい。俺は俺が取るべきもの、やるべきことを探しているだけですよ。命を懸ける価値があるような。あんたがこの記事を書いた根頃さんだね。あんたら何者だ。かくまってやるよ連中から。どうした隊長。我々が姫屋さんにしてあげられることはないんでしょうか。ティルトの組織で何か。顧問、姫屋は組織に囚われるのを嫌うだろう。でも彼はどんな組織にも囚われることなく、ただ一人自分が探し求めるものに突き進んでいく。ある意味みぞろぎに似ているのかもしれん。え？俺は時々そんな生き方が羨ましく思える時もある。ビースト振動波照射準備整いました。始めてください。はい。共鳴周波数 9.42、 スペクトル増幅率3000。俺はまだ見つけちゃいない。スペクトル増幅率4000。見つけちゃいない。増幅率5000。
始めようか。地獄の共演を。君の体はもう変身には耐えられない。俺は命を捨てるつもりはない。もうこれ以上姫さんの力を借りるわけにはいかない。ウルトラマンのバトルアビリティが著しく低下している。多分そのせいでメタフィールドの維持能力も落ちてるんだ。じゃあこの空間もいつまで持つかわからないわけ。メタフィールドが維持されてる間に我々がゴルゴルムを立つんだ。回り込んで奴を粉砕する。コモン、それまでウルトラマンを援護しろ。了解。Come on.
ミッション銃。ストライクバニッシャーじゃ威力が足りないんだ。俺が取るべきものをやるべきことを探しているだけですよ。命を懸ける価値があるような。あんたがこの記事を書いた根頃さんだね。あんたら何者だ。かくまってやるよ、連中から。どうした隊長。我々が姫屋さんにしてあげられることはないんでしょうか。ティルトの組織で何か。顧問、姫屋は組織にとらわれるのを嫌うだろう。でも彼はどんな組織にもとらわれることなく、ただ一人自分が探し求めるものに突き進んでいく。ある意味みぞろぎに似ているのかもしれん。え？俺は時々そんな生き方が羨ましく思える時もある。ビースト振動波照射準備整いました。始めてください。はい。共鳴周波数 9.42。ウルトラマンのバトルアビリティが著しく低下している。多分そのせいでメタフィールドの維持能力も落ちてるんだ。じゃあこの空間もいつまで持つかわからないわけ。メタフィールドが維持されてる間に我々がゴルゴルムを立つんだ。回り込んで奴を粉砕する。コモン、それまでウルトラマンを援護しろ。了解。
ミッション銃。ストライクバニッシャーじゃ威力が足りないんだ。くそ、ゴルゴルムが外に。ウルトラマン、よりによって同じにこんなような記事出しやがって。これも連中の情報操作か。無駄だと分かったでしょ、何をしても。消すのか俺の記憶を。
一緒に来てもらえるかしら。ここまで来て消されてたまるか。です。ネゴロさん、サクタさん、あんたの力を借りたい。ネゴロさん、今朝の毎朝スポーツの記事、やっぱりあなたが。ああ、だがカッパや首長恐竜のおかげでこっちまでガスネタ扱いだ。これじゃ姫屋に顔向けできねえよ。姫屋くん、やっぱり今度のことも姫屋くんと関係があるの。できればあんたに直接会って話したい。以前会ったあの公園に。今夜8時でどうだ。8時ね、いいわ。じゃあ、ほら来たぞ。我々が知りたいのは彼の力の秘密です。彼がいつどのようにあの力を借りたい。ネゴロさん、今朝の毎朝スポーツの記事、やっぱりあなたが。ああ、だがカッパや首長恐竜のおかげでこっちまでガスネタ扱いだ。これじゃ姫屋に顔向けできねえよ。姫屋くん、やっぱり今度のことも姫屋くんと関係があるの。できればあんたに直接会って話したい。以前会ったあの公園に。今夜8時でどうだ。8時ね、いいわ。じゃあ、ほら来たぞ。我々が知りたいのは彼の力の秘密です。彼がいつどのようにあの力を得たのか、それが分かれば。電気刺激による脳のスキャニングを行ってみましょう。
電気刺激によって過去の記憶がフラッシュバックしています。重要なのは彼が力を得た時の記憶だけです。ん？これは